ゴールデンウィーク恒例の古賀植木祭りが長崎市で始まりました。古賀植木祭りにやってきました。平日にもかかわらず多くの人でにぎわっています。古賀植木園芸組合が主催し、今年で67回目、毎年1万人以上が訪れるゴールデンウィークの人気イベントです。季節の草花や植木、盆栽などおよそ500種類、5万点を市価の2割から5割引きで販売しています。お安いものがわーってびっくりするようなものが中にはありますので、もう宝探し感覚ですね、探していただければと思います。午前8時半の会場からたくさんの園芸ファンが訪れ、お目当ての植木を品定めしていました。平戸から来ました。はい、お目当ては五葉松。最近そうですね、2年ぐらい前から始めたんですよ。一番人気のバラは350種類以上あります。この小さいバラとクリスマスローズが欲しくて、すごく楽しいです。いっぱい種類があって。10年ほど前から毎年来ているというこちらの女性たち。毎年4人組で、おばちゃん4人で、お姉ちゃん4人で初めて見たバラだったから、うん、買っちゃおうかって言ってね、買いました。この可愛いところのピンクのこの小さいバラの花、うん、ないもんね、普通と違うから、うん、それぞれですね、専門家がおりますので、尋ねながらですね、相談していただきながら、選んでいただけるというのが一番いいかなと思ってます。古賀植木祭りは5日まで、期間中、園芸相談のほか、バラの育て方や盆栽の仕立て方講習、ビンゴゲームやオークションなどのイベントも開かれます。